1976年イタリア総選挙は、1976年6月20日に施行されたイタリアの国会議員総選挙である。1948年のイタリア共和国憲法制定後7回目の総選挙で上院と下院の全議席を改選した。州を単位とした32選挙区と残余議席配分のための全国単一選挙区で選出する。 政党は優先順位を付した候補者名簿を提出する。候補者は同一政党の3つ以内の選挙区の候補者名簿に記載することができ、また同時に行われる上院議員選挙にも立候補が可能である。重複立候補し複数選挙区で当選した場合は、当選者本人の選択で選挙区を決定し、空席は同一選挙区における自点候補が繰り上げ当選する。 有権者は投票用紙に印刷されている政党ロゴにツをつけて投票する。なお有権者は投票の際、選択した候補者名簿の候補者に独自に優先順位をつけて投票することもできる。各政党への議席配分は以下の手順で実施する。各名簿の得票数を決定全名簿の総得票数を総和して当選期数を決定。各政党名簿の得票数を 当選奇数で割り、その章の整数部分を配分する。配分議席数が、その選挙区の定数を超えた場合は、再計算を配分議席数合計が、定数以下になるまで行う。配分議席数が、その選挙区より少ない場合は、残余議席を全国単一選挙区にプールし、一つ以上の選挙区で、当選奇数に達し、かつ全国で30万票以上の得票があった。 政党に、その各選挙区での残余票合計を基礎に、最高上予報式で配分していくその政党へ、配分された議席数の枠内で当選者決定は、投票の際の優先投票の得票数によって決定する。なお、優先投票の得票数が同一となった場合は、あらかじめ付された名簿順位によって決定される。直近の国勢調査に基づいた各州の人口に、 比例して、議席を各州に配分し、各州は定数分の選挙区に分割される。立候補は、政党名簿ではなく、候補者個人を届け出る。ただし、比例代表制による、残余議席配分のための候補者連合の届け出を、あらかじめ提出しておく。有権者は、候補者か候補者の所属政党のいずれかに投票する。 当該選挙区で65%以上の得票を得た候補者がいる場合はその候補者が当選者となる。前期の基準に達した候補者がいない。選挙区では、集単位で票の集計を実施し、あらかじめ提出されている候補者連合に対して、ドント式比例代表制で議席を配分する。候補者連合内部における当選者決定は、それぞれの選挙区における有権者総数に対する、 得票比率で決定する。州内で65%以上の得票を得た候補者がいない選挙区が一つしかない場合は、その選挙区で相対多数の得票を得た候補が当選する上院の終身議員を除く。世界の議会よりヨーロッパに行政を参照。投票用市右側の優先投票記載欄に候補者名か名簿上の番号を記載して投票する。 イタリア共産党と社会党、プロレタリア統一党による政党連合。バルレ・ダオスタ州のみで候補を擁立、自由党と共和党、民社党による連合。リグリア州とトスカーナ州のみで擁立、共産党と社会党による連合。バルレ・ダオスタ州のみで候補を擁立、キリスト教民主党を中心とした連合。モリーゼ州のみで擁立、ありがとうございます。